今日はカバンと服のコーディネートをしてみようと思います。ファッション系の動画はちょっと久しぶりなんですが、こちらのバックパック、ガストンルーガーという北欧スウェーデンのブランドなんですけれども、そちらからこのバックパックをご提供いただいたので、これをちょっとコーディネートに使ってみようかなと思います。大きさとか形とかの仕様とか、それからクーポンもいただいているんですけれども、そちらの紹介などは動画の後半でするとしまして、まずはコーディネート、服とのコーディネートをしていきたいなと思います。Thank you.
つコーディネートをしてみました。あの私の手持ちの服とあと一部夫の服を借りてやっていたんですが、そんなこともあってあのカチカチのビジネスっぽい服装とかは持ってなくて、ちょっと無理やりな感じもあったんですけれども、それでもまあビジカジって言われるようなビジネスカジュアルからあのスカートのちょっと可愛い服装まで幅広くいけるんだなっていうのは分かったかなと思います。でこのやっぱりリュックってこう背負うっていう形もあって、どうしてもカジュアルっぽい雰囲気になりがちだとは思うんですけれども、このガストン・ルーガのリュックはデザインがすごくミニマムな感じでシンプルなので、どんなものにでも合わせやすいっていうのと、なんか北欧って聞いてるから洗脳されてるのかもしれないですけれども、やっぱりデザインが洗練されていてクールだなっていう風に思いました。なのであのいわゆるカジュアルな服装に合わせる時のリュックっていう感じとはちょっと違う雰囲気がある珍しいバッグかなという風に思います。特にあの最近はビジネスカジュアルに合わせた男性用のリュックって結構シュッとした感じのがたくさん出てきているなっていうふうに思うんですけれども、あのパソコンを入れたりできるようなリュックですね。ですがあの男女兼用でいけるようなものでってなるとあんまり女性向きなのは少ないかなというふうに思うので、あの貴重なリュックかなと思います。私が今回選んだのはプローペルというシリーズです。ガストン・ルーガーって取り扱っているシリーズの中でも一番大きいタイプになります。容量が18リットルということでした。で素材なんですが、この革に見える部分、こことかこの底の部分、この紐のあたりとか、この辺はビーガンレザーというふうに書かれています。ビーガンレザーって何だろうと思ったらポリウレタンということです。でこの部分がキャンパス地です。私が選んだこれは、このブランドのタグのところも黒です。金属かなと思います。まずここが面白くて引っ掛けて、でこの紐で軽く縛ってあって、中はこんな渋い大人の赤っていう感じの内生地になっています。ここにパソコン用のスリーブがあります。で一応このなんていうかスポンジみたいなのは入っているんですけれども、よくあるビジネスバッグとかについてるものよりは柔らかいので、そんなにがっちり守ってくれるというよりは一応傷がつかないように他のものと分けておくっていう程度に考えておいた方がいいかなと思います。そしてちょっと難しいんですが、ちっちゃいポケットがついています。あの平らで巻きもないポケットです。中はシンプルにそれだけです。で、ちょっと面白いのがこの背負った背中側なんですが、ここにちっちゃいポケットがあります。あの旅行とかの時にパスポートを入れられる大きさになっているようです。なのでこう背負っている時に、まあ、安全で、かつこうパスポートとかチケットってこういろんなところではい見せてって言われるので、さっと取り出せるようにここにポケットがついているそうです。でここにちっちゃい国旗が、スウェーデンの国旗がついています。かわいい、ピロピロ。ガストン・ルーガのオンラインショップで使える 15% オフのクーポンをいただきましたので、お買い物される方はそちらを使ってください。ただ
買ってくださいっていうわけでご紹介しているわけではなくてですね、やっぱり自分が今お気に入りのバッグがある、もうあのいいやつを持っているっていう方はぜひぜひそれを長いこと使っていただきたいなと思います。でたまたま今ちょうどリュック探していた、その汎用性の高いデザイン性の高いバッグ欲しいなと思っていたっていう方で、これを気に入っていただいた方はオンラインショップを見に行っていただきたいなっていうふうに思います。ファッション系の動画が、まあ、割と需要があるみたいで、特にあのアラフォーとかで探すとそんなに出てこないから、見たい人が多いのかなっていうのもあるので、またあのちょくちょくしたいなと思ってるんです。いつもなかなか季節を逃してしまっている感じがあるんですが、また次も作りたいと思うのでまた見てください。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。